どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ皆さんお気づきでしょうか。今回からですね、背景セットが変わりました。スタッフさんがですね作ってくれたんですよ。なんかいい雰囲気ですよね。このチャンネルますますねパワーアップして頑張ってきますので、これからもよろしくお願いいたします。さあそんなですね、新しいセットになって一発目、記念すべきゲストの方、今回ですねお二方来ていただいております。ご紹介させていただきます。ソニーミュージックアーティスト所属のピン芸人のお二人、ギフト矢野さんと、有坂ミスターさんです。お願いしま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 す。島田さんありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介だけいいですか。あ、はい、矢野さん、はい、いいですか。はい、はい、どうも褐色の男性ギフト矢野です。よろしくお願いします。お願いします。本当に僕腕ないんですよ。そんな球投げられてもう取れないって俺。いや全員皆さん同じ反応されます。あ、正解、はい、合ってます。あれでバッチリでした。いやあれがほら腕がある方だったらなんかボーンっていい感じにね、はい、返せるのかなと思ったんですけど、そんなことはなかなかならないです。あ、はい、じゃあなんでそれを続けてるんだろう。怖いですね。怖いですね。怖いですね。もう巡り始めてます。そして、はい、すみません、あ、今回スタッフさんが来たわけではないですか。紛れ込んだわけじゃないです。完全にあの僕の知ってる大道具さんにそっくりなんですけど。紹介してください。それはもう僕も会ってみたいです。バータリ中じゃないです。バータリ中全然違います。タレントさんがあの本番やる前のバータリで、はい、スタッフさんがとりあえずこう、はい、タレントさんの代わりで、はい、ここからあの名前の、ね、名前つけて、はい、札つけての感じじゃないですよ。じゃないです。すみませんでした。はい、人間に有坂ミスターと申します。お願いいたします。お願いします。そう、二人ね、まあ、芸人さんなんですけども、あの怖い話をですね今回持ってきていただきまして、はい、お一人一話ずつ今回ね、はい、紹介していただくんですけども、はい、でもあのね、矢野さんなんかはあの YouTube チャンネルもねやられていて。そうなんですよ。まだまだちょっと小さいチャンネルなんですけども、あのコラボさせていただいて本当にもう最高に嬉しいです。今回コラボなんですよね。はい、あの矢野さんがね、はい、あの最近結婚されたということで。ありがとうございます。はい、奥様とのですね、相性の方、手相を見させていただいてますので、皆さんよかったらそっちもチェックの方お願いいたします。お願いします。であと矢野さんのチャンネルっていうと、はい、いろんなことチャレンジされてて。あ、見ていただいたんですか。見てますよ。嬉しい。いや、本当に皆さん言いたいです。あのすごく面白いんですけども、はい、回ってないんです。すいません、影響力あるんでやめてください。だから本当にあの皆さん覗きに行っていただいてですね、あ、ありがとうございます、はい、と思うんですけど、その中で僕好きなのがやっぱり、はい、なんかこうそこを目つけるっていうモノマネシリーズとかあるじゃないですか。はい、あのモノの真似するっていう。そうなんですよね、はい、まさにモノマネなんですけど、はい、じゃあどんな感じか皆さんにね、はい、ちょっとこうチャンネル飛んでいただきたいので、はい、概要欄載ってますからね、はい、ちょっとどんな感じか一つちょっとあの今回見させていただいていいですか。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと立たせていただきます。すみません。ギフト矢野がモノの真似をするモノの真似シリーズ、コップに注がれた時のビール。Here we go。フィニッシュ決まりました。フィニッシュ、ありがとうございました。はい、着地決まりました ね、そう、こんな感じでね、いっぱい動画上がってますんで、そうなんです、確認していただきたいと思います。見てください、はい、たくさん上がってるんで。そうなんですよね、はい、あの結果どのモノマネも、結果顔じゃねえかよっていうね。いや違います。憑依芸です。憑依してるってことなんですね、はい、全部入ってきてる。じゃ霊感があるのかもしれない。これ怖い話期待しちゃいますね。お願いします、ぜひ。じゃすいません、はい、前段長くなってしまいましたが、はい、本題行きたいと思いますんで、はい、お願いいたします。お願いします。じゃあまずあの有坂から話してもらおうと思うんで、はい、後輩から。はい、かしこまりました。せっかくあります、はい、先陣切っていきます。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。いや、有坂さんなんか雰囲気あるんですよね。ありますよね。本当ですか。それあんま言われたことないんですけど、喜んでいいものなのかもわかんないですね。それ霊感とか終わりなんですか。全くないです。じゃあ今日は人から聞いた話、はい、いや、これ実体験です。自分が実際に
経験した話です。へえ、はい、ではお願いいたします。お願いします。これはまあ8年ぐらい前に自分が実際体験したんですけど、僕生まれが群馬でして、はい、あの年に1回は必ず毎年群馬帰ってるんですよ、帰省してて。でその毎回会う友達がいて、幼馴染の男3人僕含めた3人組なんですけど、まあその時も3人でちょっとドライブでも行こうかみたいな感じ で、まあ9時か10時ぐらいに出発して、で普通にドライブを群馬ドライブ楽しんでて、その時に普段はそんなノリになんないんですけど、友達がいきなりちょっと心霊スポット行かねみたいな、本当に悪ノリで心霊スポット行こうぜみたいになって、で僕もその時はもう本当に軽い気持ちだったんで、オッケーオッケー行こうぜみたいな感じで若かったんで心霊スポットに行くことになったんですよ、はい、でその心霊スポットっていうのが群馬でも有名なメガネ橋っていう、あ、おいし、そう結構有名で、薄い峠 の長野ですよね。僕長野で、うん、あの昔鉄道が走ってて、はい、今その線路が取っ払われて、そうですそうです、でも線路はないんだけれども、はい、上が通れる橋になってて、あ、そうです、こう景色が綺麗な場所、ね、そうですね、本当に景色が綺麗なんですけど、もう本当に真っ赤なでっかい橋なんですよ。下がその丸が2つ開いててメガネの形に出るからメガネ橋って、レンガ作りで明治時代に作られてる、そうですね、今だに、ね、残ってるって綺麗な橋ですもんね、はい、でもそれがその昼間はそんな感じなんですけど、夜になるとあのその橋の下がもう崖みたいな岩になってて、自殺スポットとしても結構有名で、まあそう自殺する人が多いから結構心霊スポットとしても有名なんですけど、まあ、そこに遊び半分で車で行くことになりまして、でまあ12時ぐらいですかね、まあ、そのメガネ橋ついて、メガネ橋の上に車止めて、でちょっと散歩しようかっつって、まあ、3人とも車降りて散歩してたら、またその友達が本当に悪ふざけなんですけど、心霊写真大会しようぜっつって、はあ、あの、まあ、それぞれ携帯持ってるんで、先にいろんな写真撮って、先に心霊写真撮れた人の勝ちゲームで、も写真撮れたらもうアイスおごりなみたいな、本当に悪ふざけでそんなことし始めまして、でまあ僕ももう連写とかいっぱいして、だいたい1人500枚ずつぐらいですかね、そんな撮ったんです、みんなでもうバシャ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 撮って、でちょっと確認しようって3人で車集まって、で本当に3人だから1500枚ぐらい1枚1枚全部確認したんですよ。そしたら1枚も心霊写真撮れなかったんですよ。まあまあまあ今思えばまあ確かにそうだったなと思うけど、その時はもう心霊スポット来たんだから絶対何十枚か撮れるだろうみたいな軽い気持ちで行ったんで、いやもうその時もがっかりして、結局撮れねえんじゃねえかよ、なんだこれみたいな、何がメガネ橋だよみたいな、結構もうそんなバカ騒ぎしながら、じゃあもう帰るかっつって帰ろうとしたら、運転手のやつがいきなりなんか焦り始めちゃって、はい、あれみたいな、どうしたっつったら車のエンジンがかかんないっつって、うんえどういうことってみんなで回したんですけど、全くエンジンかかんないんですよ、はい、まあ、その時1時ぐらいです、深夜1時ぐらいです、深夜1時で本当にそ街灯も全くない、真っ暗ですよ、ね、真っ暗な橋だけ見える感じで、その橋の上に車取り残されて1時で、もうその瞬間怖くなっちゃって、やばいやばい、さっきまで遊んでたのにエンジンかかんなくなった瞬間に怖くなっちゃって、どうしようどうしようってみんなで考えた結果、まあ、その車の保険会社に連絡して レッカー車を呼ぼうってか、はい、話になって、で電話したらまあ1時間ぐらいで着きますっつって、で1時間ぐらいその上で待って、レッカー車来てもらって、で結局車は乗せて、で車乗って整備屋の方に帰ったんです、はい、で、まあ、すぐにはもちろん見てもらえないんで、とりあえずそれは車一回預けて、みんなタクシーで地元をまた帰って、で後日その運転手の友達から電話がありまして、あそういえばあれの話どうなった、あんた車大丈夫だった、エンジン大丈夫って聞いたら、エンジンが全く異常なかったらしいんですよ。うん、えあんだけ回したのにそんなことないなと思って、で調べてみたら、その時冬だったんで結構その寒さでエンジンがやられることがあって、あでそれでまあ不手際というか、あれでつかな偶然つかなかったんだっていう話になって、でも整備屋の人がエンジンはもう全部徹底的に調べたんですけど全く異常ありません、はい、でも一つだけ問題があって、車の前輪のタイヤのボルトが全部緩まってますって言われて、で整備屋の人がそのボルトの状態のままエンジンかかって走り始めたらタイヤが取れて大惨事になってたかもしれないんで危なかったですねって言われたらしくて、だから本当にたまたまエンジンがその冬のあれでかかんなかったからよかったものの、橋の上だしもしかかってタイヤ取れたのなんかしたらもう真っ逆さまで橋の上から落ちてたのかなって。えごめんなさい、そのタイヤ前輪のそのタイヤのボルトのみ緩まったんですか、はい、そうです
そんなの絶対に人のせいじゃどう考えても無理。ちゃんと専用の器具使わないと、そんなボルトなんて緩むはずもないのに。しかもしばらく整備してなくて、はい、緩んじゃってたってことがもしあったとしても、はい、そこだけっておかしいですよね。そうですね。全体的にだったらわかるけども、はい、そこだけって。でもよくこの状態で、なんならその地元からメガネ橋までよく無事運転できましたねって言われたぐらい、もうまず走り出すのが絶対無理な状況だったらしいですね。うわすごい。なんですよ。これだからエンジンがつかなくて、はい、まあ良かったってことですね。そうですね。もしかすると本当に有坂さんとか、はい、友達のご先祖様とかね、方が守ってくれて、エンジンをこう作動させないようにしてくれたのかなって思いますよね。そうですね。確かに。すごいその話。これ実はこれだけじゃなくて、後日談がちょっと一個だけありまして。何ですか後日談？そのみんなでその心霊写真大会あったじゃないですか。その時にもう500枚ぐらいバーッと撮って、僕の携帯でも全部撮って、でもう心霊写真1個も写ってなかったんで、もうとりあえずもうあの容量も結構かかるし、もう全部消そうと思って、家で全部こうやってグループ内削除で全部消したんです。で、あこれで OKOK と思って後日見てみたら、3枚だけ消せてない写真があったんですよ。で、いや僕は1枚1枚削除したんだったらまだそのあれ分かりますけど、その時撮った写真を全部削除するっていう機能があったんで、一括でね、はい、一括で全部その中に3枚だけなんか残されてて、僕そんな記憶一切なくて、その写真を恐る恐る見てみたら、なんかちょっとメガネ橋、赤い橋で絶対橋の奥なんて人なんか立てるわけもないのに、メガネ橋の隙間からちょっと女の人覗いてるような写真が撮れちゃいまして。出た！これが怖え。これどうすればいいか分かんなくて、僕未だに携帯の中残してあるんですよ。なんか映ってたんすか？それそうなんですよね。消していいか分からずに一応残ってるんで、ちょっと一回見ていただいて。ちょっと待って。あるんですよ。ここに？はい。どうすれば消し方というか。なんかわかんないですけど、勝手な自分のあれでこれ消しちゃいけないと思っちゃって、ちょっと未だに消せてないんです。見せていただいてもいいですか？いいですか？ちょっとすごくないですか？でこれがなんか3枚だけ残ってたんですけど、僕には1枚だけちょっと違和感がある、何なのこれって思う写真があったんですけど、他の2枚は全く僕は何も感じなかったんですけど、うん、ちょっと僕はあのじゃあ今度もしその 3枚ともお借りできたら、はい、ちょっと知り合いの霊能者の方に3枚見ていただいてもいいですか？いいですか？で結果、報告します。はい、ありがとうございます。もしかしたら他の2枚も何か残ってる理由があるのかもしれないですね。そうですね。消えなかった理由が、はい、これなんか思いませんか？まあ橋の上ですよね、はい、まあ暗闇の中に白い柵がただ映ってるだけ、はいはいはい、かと思ったらこの下のところ、この右下のところ、うわなんかこれらしきものは周りになかったんですよ。これやばい。なんか見方によってはやばい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 、女性のここ、ここがパッて覗いてるような写真に、これアップするとちょっと見づらいんですけど、これアップにしない方がいいですね。そうですね、アップにしないでこの引きぐらいで見てる、はい、これすごい。これがなんかちょっと本当に、柵の間からグッてこう正気のない女性が覗いてるような、はい、明らかに人間じゃないのは絶対に一目でわかる感じですね。見てないですよ。見てないのに全部。いやもう怖い。一番怖がってる。もう怖い。いや、この人はちょっと、そうなんですよね。実は初めましてじゃないですか、はい。っていうところもあったからかもしれないですけど、はい、なんか今まででなんか一番、なんかこう、衝撃度が、かもしれない。どうなんですか？まずいまずいまずいっていう、どっち系のこれやばいっていうのか、赤い橋があって、そこの右下にちょっとここ女性だと思うんですけど、ここだけ感情ないんだ。ちょっと矢野さんも、はい、ちょっとその一回柵の後ろ側の方をちょっと見ていただいてもいいですか？マジっすか？はい、いいですか？うわー、真っ暗な橋の上で白い柵しか見えてないです。赤い柵ですね、はい、
うわ矢野さん、どうしました？苦手なんすよ、俺。ちょっと泣いてるじゃないですか。苦手なんですよ。なんで来たんすか？いやいやすよ、なんでコラボしよう？本当ですよ。あなたですよ、コラボしようって言ってめっちゃ嬉しいの。こっちからじゃないんだから。すげえ複雑っす、今気持ちが。矢野さん好きだから、コラボしようって言ってもらえて嬉しいな。あ、矢野さんがしたいって言ってくれなかったらしたいなと思ったのに。僕も嬉しいっすけど。どんどん見てください。もう、いやいや、もう。コラボなしでもいいです。何で用意していただいたの？僕だけでもいいですんで。うわ、まあ、とりあえず、これは僕は何も感じなかった写真です。え、それは、これ、まあ、別にいいんでしょ？これ友達です、うん。で、これちょっとこっちに。こっち？はい。これ、うわ、いや、これなんもないです。これなんもないです。何を見て今、何見てあって言ったんですか今。いや、橋です、橋。これはもう、特に僕は何も感じなかった。うわ、まさか。その次なんです。うわ、うわぁ、いいですか、はい、これなんですけど、うわぁ見た、右下ね、うわ、右下ね、わかりますかね、わかりました、います、います、ちょっと、うわぁ、うわぁやばい、これやばい、いや、わかる、わかります、わかります、わかります、そうなんですよね、これやばいっすよね、マジやばいっす、これやばいわ、本当に見たくなかったんだから、やっぱり本当のここにいるみたいな、そうですね、いや、ちょっとやばい、いや、なん、え、階段とかやられてないんですか、全くです、いや、もうこの話持っていったらもう大会でもう全然優勝とか、はい、マジですか、本当ですか、そんなぐらいのレベルですかと思いますけどね、めちゃめちゃいい話というか、もう最初からの流れも含めて、あ、最後この写真出たらもう全部これ実体験してるっていうのは、ね、全部本当に実体験なんで、すげえ、いや、もう今回これだけでも十分なんですけども、はい、いやいやいや、はい、続いて、はい、矢野さん、はい、いいですか、いけます、この後ちょっと自信ないっすね、いやいや、涙拭いた方がいいんじゃないですか、ちょっとあの写真の衝撃がすごくて、ね、じゃあちょっと僕、はい、いいですか、お願いいたします、素敵かね、はい、これはちょっと僕の芸人仲間から聞いた話なんですけど、はい、ちょっと8年前ぐらいに、女の子2人と男の子3人で、うん、夏の日にそのレンタカー借りて心霊スポット行こうぜっていう、そのやっぱ若いノリでありますよね、ありますよね、はい、それであの鎌倉にある有名な心霊スポットの腹切り櫓っていう場所があるんですけど、そこっていうのはその昔その武士たちが腹切るところで、もう数百人そこで腹切ってるっていう櫓なんですけど、もう看板も立ってまして、もう参拝以外立ち入り禁止ってなってて、じゃあそこ行こうぜってなって、そのナビにその住所入れて、まあ、向かったんですね、はい、でナビが目的地着きましたってなったんですけど、見てみたらちょっと全然違うな、俺ここじゃなくない、ナビ壊れてんじゃない、うん、でもう一回同じ住所入れて移動したらまた違うとこに着いて、でようやく3回目全く同じ住所入れて着いたら、あ、この腹切り櫓のとこ着いたねってなって、はい、で車から降りた時にものすごく真っ暗で、うん、で10メートル間隔ぐらいしかもう街灯がなくて、うん、で、まあ、とりあえず行こうかって言ってその街灯の下に行って、どうする、心の準備しようみたいな、どういう感じで行くみたいな話してたら、向かいからそのレジの袋を持った40歳ぐらいのおばさんが歩いてきて、え、で声かけられて、はい、あんたたち腹切り櫓行くの、遊び半分だったらやめときなってバーって去ってって、うん、なんだ今のみたいな話してたんですけど、そしたらその女の子が、あれ今のおばさん腹切り櫓の方に消えてかなかったってなって、うん、で別の男がまた気がついて、こんな12時過ぎにこんな場所でなんかスーパーみたいなとこあるみたいな、ちょっと検索しろよみたいな、調べたらそんなの一切なくて、うん、え、何何怖い怖い怖いってなった瞬間、その上にあった街灯がパンって消えて、他のとこはついてるんですけど、はい、その自分たちの上の街灯だけ消えて、はい、え、何何って振り返ったら、さっきのおばさんがものすごい競争でうわーって追いかけてきて、はい、逃げろ逃げろ逃げろってなって、なんとかその借りてきたレンタカーに乗って無事逃げたんですけど、はい、もしあのままあそこにいて
捕まったらどうなっちゃうんだ、うん、どうなっちゃったんだって話で、なんかこの車で盛り上がったんですけど、はい、ああ怖かったなって言ったら、一人の女の子が肩が重いって言い出して、でえどうするどうするってなって、とりあえずコンビニでその塩買って、もう一応わかんないけど塩かけたら、なんとかあの お清めというかね、はい、除霊できるんじゃないかってことで、ね、はい、で収まったっていう、そういう話なんですけど。へえ、さっきのモノマネいらなかったですね。なんで今思ったんですか。そうですね、いやごめんなさい、はい、あのね、楽しい矢野さんっていう感じで話聞いちゃったからっていうのもあるんですけど、はい、すっごい話が上手でめちゃめちゃ引き込まれて、え、そうですね、え、怖っ、何ですかその話。いや僕もちょっと怖くて。え、その袋を持ったおばさんっていうのは人間なのか霊なのかっていうのも分からないです、分からないですよね。あと除霊とかって、そうやって素人の一般の人が適当にかけただけで、その降りるもんなんですかね。なんか逆にね、良くないとか逆効果だって話も聞いたことありますけど、そうなんですか。でもその場合はうまくいったんです、たまたまですかね。昔番組でなんか変なことがあったからって言って、もうちょっととりあえずもう今みたいな感じでコンビニで塩買ってこいって言ったら、はいはい、AD の方が1年目で女の子かな、あの新人でテンパりすぎちゃって、あの、はい、塩コショウ買ってきちゃって。ペッパーいらないでしょそれ。そうなんですよ、コショウいらないなって思っちゃったのがありました。純度が下がっちゃいます、ね、しょうがないけど、それはやったことありましたけどね。でもその時もその後寝なかったんで、やらないよりはいいのかもしれないですけど。あ、でもその電気もパーンって消えたわけですよね。いや怖いっすね。そうですよね。ものすごい競争だったらしくて、怖いな。何だったんですかね。え、それは全く、そのビニール袋ってのは本当に買い物をしたものが入ってたんですか。なんかその聞いた話によると、そのネギが出てたっていうのが印象的にあったらしくて、じゃやっぱりなんか食材買ってたって、本当スーパーの帰りっていう感じですよね、はいはい、でもずっと運んでるわけないですしね、うん、そうですね、何キロも先から歩いて、しかも深夜に、うん、うわ、ちょっと、え、原切矢倉、原切矢倉、はい、地元で有名なんでしょうね。有名ですね、山の方に、うん、山の方に、へえ、ナビがね、1回、はい、2回同じ住所なのにたどり着けないっていうのも、うん、何か来させないように、はい、そうですね、してるのかなって思ってしまいましたね。やっぱ良くないんですかね。いや良くないんじゃないですかね、うん、よく若い子はねノリで行っちゃいますからね。うん、怖い。ありがとうございました。今回ですね、ソニーミュージックアーティストのですね、はい、ピン芸人お二人、ギフト矢野さんと、有坂ミスターさん来ていただきましたけども、正直もうこんなちょっとある意味神回になると思わなかったですね。そういいんですか、そんな。いやちょっと本当にあのこのチャンネルね、これからも頑張ってやってきますんで、はい、ぜひあのまた機会ありましたら、はい、あの有坂さん、はい、また遊びてくださいね。本当に島田さん、僕とコラボなんで僕忘れないでください、島田さん。いやごめんなさい、もうちょっとあんな派手な衣装を着てるのに、もう有坂さんしか見えない。僕の軍団なんで。そうですか、矢野軍団なんで。この色かすむとは。ちょっと明るくしてください。あ、そうでした。あの今回は、ギフト矢野さんとコラボさせていただいてます、はいはい、ゲストさんもですね、チャンネルをお持ちでして、概要欄の方に、URL ね、貼っときますので、ぜひね、はい、そちらも合わせて皆さん可愛がっていただきたいと思います。今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。